筑子哲也ニュース23、筑子哲也ニュース23、筑子哲也ニュース2、23、A 賞、哲也筑子ニュース23は、1989年、平成元年10月2日から2008年、平成20年3月28日まで、TBS 系列、JNN で、平日、祝日含む23時台に生放送された、平日最終版の報道番組、 および畜子哲也の冠番組である。本番組以降も、ニュース23の名は、後続番組へと継承されている。キャッチフレーズとして、真夜中のニュースランド、番組初期が存在していた。TBS の平日ニュース最終便は、1987年、昭和62年10月から22時代に、ニュース番組、JNN ニュース22プライムタイム、 1988年昭和63年10月からは JNN ニュースデスク23時代後半に JNN スポーツチャンネル翌日例時代に情報デスクトゥデーを編成していたその後1989年10月改編で22時代のニュース番組から撤退するのに伴い21時以降の TBS の平日のテレビ編成の見直しと兼ねて23時代の ニュース番組新設の際に、畜詞哲也をメインキャスターに迎えた、畜詞哲也ニュース二十三を開始した。TBS は、以前からテレビの出演経験の豊富な畜詞に、ニュース番組のキャスターを打診していた。1975年に、大阪純キー局とのネットチェンジが行われるまで、TBS とネット、現テレビ朝日は、長年点と言われた関係にあり、TBS と、 朝日新聞の関係はもともと深かった。また本番組開始の4年前にはテレビ朝日にて TBS 出身の久米博氏がキャスターを務めるニュースステーションが放送開始したこともあり、筑氏のニューヨーク転勤を挟んで円満に筑氏のキャスター起用が決まった。番組名に使われている数字23は放送時間の由来もあるが野球のボールカウント、サボー方式における フルカウントことツーストライクスリーボールの略称の由来もあり、読みは2、13や23ではなく2スリー、2スリーの読みになった。これは当時視聴率が低迷していた TBS の平日最終版ニュースの機種改正に方。畜氏は番組スタート当時の雑誌インタビューや自らの著書、ニュースキャスターなどで、 君臨すれども統治せずの編集長と自らの立場を説明していたが、オウムビデオ問題を機に TBS の社長人事にまで影響を及ぼした。1996年3月25日、坂本包美弁護士一家殺害事件の契機となったとされる TBS ビデオ問題では内部調査の結果として一貫して否定していた TBS 側が 一転して事実を認めて謝罪したことを受け、畜氏が番組コーナー、多事相論内でマスメディアが視聴者との信頼関係の上で存在していることに触れながら TBS は今日、死んだに等しいと思います。今日の午後まで私は、この番組を今日限りで辞める決心でおりましたと発言した。この発言は大きな波紋を呼んだが、畜氏はその後10年以上にわたって、 キャスターを務めた。しかしこの問題が発覚して以降、老にせである NNN 今日の出来事、日本テレビや1994年より始まった後発のニュースジャパン、富士テレビといった同時間帯の他局のニュース番組に視聴者が流れ、一時は視聴率が急速に低下した。1989年10月2日、 TBS における夜のワイド編成の報道番組の原型となったネットワーク以来となる深夜帯での1時間半に及ぶワイド編成の報道番組として放送開始。出演者は、筑紫哲也、浜尾明美、池田博之を中心に進行。スポーツキャスターの初代は、野球解説者の小林茂。初期は23時50分もしくは、 翌日0時20分からのローカル枠を挟み、番組の前半では、報道局とスポーツ局が制作するニュースと特集、スポーツニュースを放送。23時55分もしくは、翌日0時22分からの番組後半では、社会情報局、TBS ビデオ問題後の社内改革で、廃止が、主に制作する特集を放送。ただし当時、番組は、報道、スポーツ、 情報の3つからなると異表現をしており、当初はテレビ雑誌の番組表では23時30分から、スポーツ23という表記が見られたが、番組前半内の時間分けは、次第に曖昧になっていった。番組後半はアシスタントを、阿川沢子、三崎幸、有村香織、後期は、渡辺麻里が務めた。ニュース部分を、報道局担当パートに集約させたため、 いわゆる企画枠としてインタビューからドキュメントまで幅広く扱った。そのため、いわゆる後派のジャーナリズムを標榜する番組前半とは対照的に番組後半はワイドショー、マガジン的要素の強いものだった。情報デスク時代より番組後半は任意ネットイコールローカル枠でネットしない放送局があった。当初は番組前半のラストに 番組後半のエンディング曲のインストルメンタル版を BGM に、ちくもしくは浜尾が今日のニュースとスポーツをお伝えしましたと締め、番組前半でネットを終えるつぼねへの挨拶代わりにしていたが、番組後半をネットするつぼねが増えるにつれて簡素になっていた。ただし特番等で全曲が番組前半のみで終了する場合は、同じ BGM できちんと締めていた。 この頃の新聞のラテラン表記は、筑紫哲也ニュース23であった。1997年9月29日にリニューアル。筑紫と1996年10月から出演していた、佐古忠彦に加え、草野光代、新道秋子の4人となる。また、若者向け情報バラエティ、ワンダフルのスタートに伴い、金曜以外の番組後半も廃止された。オープニングテーマ曲は、 坂本隆一作曲のものに刷新され、N スタジオのセットや番組ロゴ、グラフィックデザインもリニューアル。新聞表記もニュース23、初期のロゴから英語のニュース23となったままからニュース23となった。リニューアルに合わせ30分遅れの金曜を通称金曜版ニュース23とし、番組後半を金曜深夜便と解消。 1999年からは金曜日のテーマ曲をピアノアレンジ違いとしている。1998年4月からは月曜から木曜の放送開始時間が6分繰り上がり22時54分開始のフライングスタートとなった。リニューアル当初、サコは1999年9月まで月曜日から木曜日の出演だった。 1999年10月より、全曜日出演となる。同時にスポーツキャスターが、新藤秋子から小倉博子に交代。2000年からの3年間、2月2年間テーマをもとに、下5日、連続特番を放送。その日のニュースは手短に伝え、さらに放送時間を30分拡大して放送した。2004年10月からは、月曜日の放送を拡大し、 23時50分翌0時25分にマンデープラスを開始。同時にスポーツキャスターが小倉博子から久保田智子に交代する。2005年3月28日から TBS が日中の報道、情報形成ワイド番組のリニューアルに伴い、ニュース23もタイトルロゴ、テーマ曲を1997年秋、以来7年半ぶりにスタジオセットを5年ぶりに刷新している。 天気予報も前曜日で、気象予報士で、タレントの山田玲奈が務めた、2004年4月から2005年3月までは、金曜日のみ、気象予報士の真壁京子が務めてきた。2006年9月25日、筑子以外の出演者のリニューアルを行う、フリーランスの全馬高子と山本萌奈に加え、高野高弘が、スポーツキャスターを担当。また、これまでは、 金曜日に限りオープニングの音楽がピアノバージョンだったが、このリニューアルをもって金曜日のオープニングも他の曜日と同じアレンジに統一された。しかし、出演者の離脱、休養、加入が相次ぐ。詳しい経緯は後日。リニューアルしたその週に山本もなが写真週刊誌、フライデーに不倫報道を報じられ、翌週から出演を見合わせ。 そのまま交番となる。これを受けて、12月に、泉舞、岡山優子が加入、2007年3月に、三沢はじめが加入する。一方、筑氏は2007年5月から、病気治療のために入院することになった。筑氏は入院中も、音声メッセージによる出演を行い、10月には5ヶ月ぶりに、スタジオから出演。以後は不定期の出演となる。 畜子の不在を受けて2007年12月3日から後藤健二、元共同通信社編集局長がメインキャスターに就任畜子はスペシャルアンカーとして大きなニュースがある場合のみ出演することとなった後藤が就任した後もしばらくは畜子哲也ニュース23のまま放送したが2008年3月28日放送の畜子出演会で 来週からの番組リニューアルでタイトルから私、畜死の名前が消えます。ただ、体力の許される範囲、番組にプラスになると思える。範囲内で番組には関わりたいと挨拶。2008年3月31日より番組名から畜死の名前を外してニュース23と解題された。畜死時代は一貫して、竜死図男がニュース、特集企画のナレーションを担当。 スポーツニュースは、時期の詳細は不明であるが、真中亮、水曜まで、と、八の優、木曜、金曜が担当した。筑紫の休暇や出張、療養などで、休みの時は、初期は、黒田清しばらくは、島信彦、秋山とよらが代理を務めていた。末期は、休暇の場合、前述の島をはじめとした、文化人や評論家が日替わりで登場すようになったが、 キャスターというよりは、コメンテーター的ポジションであり、多次総論以降の番組後半からは登場しなかった。実質上の代理は、浜親、草野らのサブキャスターが務め、2006年9月以降、及び、畜死闘病、休養中は全馬が担当。1991年から2008年までは、その年の年間テーマを掲げ、シリーズ特集を組むことがあった。2008年は、 後藤賢治がメインキャスターだった時期だが、筑詩は地球破壊シリーズでアイスランド財を行っている。筑詩が好きな言葉である福沢諭吉の言葉を拝借したコラムコーナーで1992年10月5日開始90秒筑詩の私的な意見や感想を述べた。テーマは筑詩がフリップに毛筆で書いて掲示した。 1997年9月から1998年9月まではフリップを用いず大型モニターにテロップで畜生直筆のタイトルと関連する映像が映し出されその前に畜生自身が立って話すというスタイルをとっていた畜生が事実上メインキャスターを退り添いた2007年5月からは放送頻度も減り入院療養中の2007年6月から同年9月までは 音声のみで演した。TBS ビデオ問題では、当時の TBS 社長、磯崎洋蔵が過ちを認めた1996年、平成8年3月25日の記者会見の後、その日の多辞総論にてちくしは、TBS は今日、死んだに等しいと思います。過ちに対して、中略つまり、その後の処理の仕方というのがほとんど死活に関わるということを、 これまでも申し上げてきました。その点でも TBS は過ちを犯したと私は思います。今日の午後まで私はこの番組を今日限りでやめる決心でおりましたと発言し、身内に甘いと評されるテレビ業界にありながら TBS 局内で自身の報道番組から身内に対して通列批判をした。畜紫が夏休みで番組を休んだ場合、各日のゲストコメンテーター、 島信彦や岸井茂汰、東京大学の教授、中教授などが、多ジソ論コーナーで意見を述べている。コーナー開始前の小映像もそれぞれその日のコメンテーターが登場するものである。2007年7月には、私の多ジソ論と題して、落語家の立川男子が出演した。筑紫哲也の多ジソ論は、番組公式サイトにて、後日、ディールプレイヤーにて、 映像のネット配信がなされた日本初当時としては先駆的な取り組みをしたコーナーであった23のハイライト配信は201年からいわゆるブロードバンドインターネット接続が当時それほど普及しておらず日本のテレビ放送局では TBS が自社のニュースサイトでニュース映像を公開していたただし他自総論開始当初からしばらくの間は映像はなく テキストで書いてあったのみ。2006年頃から TBS ニュースバードでもこのコーナーのみで0時30分、1時30分、月曜と金曜深夜は2時30分もに放送されていた2008年3月まではイプグにはタイトルが掲載されていたが、当該曰くは最新ニュースとスポーツニュースを送っていた。主要ニュースとスポーツはこの番組からの再構成である。 同4月以後は、ミッドナイト、バードイコール0時から4時30分までのゾーン総称になってる。番組前半と後半の合間にあった、ローカルニュース枠で放送されていた、街頭インタビューコーナー。一つのトピックをもとに、街頭インタビューを行い、賛成、反対、それ以外など様々な意見を織り交ぜて紹介した。スポーツコーナーでパロディを放送したことがあり、 全国化を果たした形となった。放送時間短縮後は、多次総論とセットで全国枠での放送となっていたが、月曜日の番組前半エンディングと、マンデープラス、後のガツワンの間のローカル枠での放送という番組初期と同じ時間となり、一部地域では視聴できなかった。ガツワン廃止とともに、コーナーも終了したものの、ニュース23になった後、2014年の 最終放送と2017年10月の放送で一時的に復した。月曜から木曜までは番組後半に特集が放送されてきた。情報デスクトゥデイから引き続き社会情報局が制作を受け負ったが、TBS ビデオ問題による廃止により報道局が引き継いだ後、1997年9月29日、バラエティ番組ワンダフル開始に伴い終了した。 初期の番組後半のネット局に関しては、前身となる、情報デスクトゥデイのネット局が少なく、当初は毎日放送、MBS や RKB 毎日放送、RKB などを中心に放送しないつぼねが多かった。3位放送は、トゥデイは、ネットしていたが本番組になって、番組前半のみに変更された。その後、番組後半の特集が評判を呼び、徐々に、 ネット局が広がった。畜詩は、参院放送が番組後半のネットを開始した直後の1991年10月の夜号での講演で番組後半をネットしないと講演依頼も受けないと言ってきたと発言し、自らネット拡大に努めていたことを明かした。ただし MBS だけは一貫して番組前半のみ放送する体制を続けた。金曜の番組後半は、 ローカルニュースと CM を除くと10分間と短く、1997年10月、ワンダフル開始後も唯一放送を継続している。またこの時期より正式に、金曜深夜便となり、畜生交番後も2009年3月まで続いた。金曜深夜便では、文化、カルチャーで際立つ人選を行うことがある。1999年、今和の清志郎が、 パンクロックに編曲した、君が代が、国旗国歌法制定と合わさり発売延期騒動となった際、バンドを率いて、君が代を披露。2007年には、銀蘭ボイスがスタジオ制演奏、光を披露した。この他にもインリン・オブ、ジョイ・トイや、鳥肌見も登場した。2004年10月開閉を機に、月曜のみ、番組後半が復活。マンデープラスと読むが、 表記上は、かつ、2006年秋から、マンデイとした、23時55分から翌日0時25分までの30分、ドキュメンタリーを放送した。年間テーマ以外ではない短期集中型のシリーズ企画、話題になっているテーマに関することや現代社会を捉えるものまで多種多様。その他、著名人と畜死による対談、畜死録が随時放送されていた。 筑生一周期にあたる2009年11月より随時 TBS チャンネルで筑生哲也ニュース23対談特選時代を映す言葉たちとして話された。1998年11月19日のビル・クリントンアメリカ大統領訪日を契機に国家首脳と事前に番組が先行した日本国民とのタウンミーティングが何度か企画された。 もともと、アメリカが州国連邦政府が、ビル・クリントン大統領、当時日本訪問の際にタウンミーティングを計画し、ニュース23に対してオファーしたものである。収録された本編に、CM は一切流さない、など、アメリカ流の手法がそのまま持ち込まれた。23側からは、ゲストインタビューで恒例だった5つの質問が、企画された。最後に、総論にて、本当に、 小渕さんに申し上げたいんですが、今度は、あなたの番ですと、番組内で、小渕ち敬内閣総理大臣への出演依頼で、締めたが、小渕は在任中に急性した。クリントン法日の当日は、あんな悪魔のような人、小沢一郎とは断じて、連立は組まないと明言していた、小渕内閣官房長官の野中広武が、党内外の事情から一転、小沢先生にはひれ伏してでも連立を、 お願いしたいと公言して、ジ・ジレンリスが内定するなど、日本の政治情勢は、混乱を極める暗淡とした状況だった。フォローアップと観客にマイクを渡す役目として、草野、佐古、田丸美鈴、JNN 報道特集キャスターが出演。この時、大阪市から中継で質疑が行われ、クリントン不倫疑惑について質問した。大阪は、田丸和夫毎日放送アナウンサーが、 フォローアップを行った。クリントン大統領出演時の舞台裏は、タウンミーティング翌日の番組で特集され、アナウンサーのロッカーも、私物を残さないで、空にさせたり、タウンミーティングの収録スタジオは、収録に直接席かかる、特別通行証所持の社員以外は、前日から社員でも近づけなくするなど局内に、限界体制が敷かれた様子が放送された。アメリカ合衆国では、 劇場やコンサートホール、多目的ホールで行わるために放送局のスタジオで開催したのは貴重な事例である。リ明キヒロ出演の会には草薙剛が出演し質問を行った。新聞発表上では月から木曜の番組開始時間が22時54分になっていたが実際は22時56分開始であった。22時54分時点では2分間 CM を流していた。プロ野球中継の延長やドラマバラエティ番組の拡大、特番編成により放送時間が変更される場合もしばしばあった。年末年始は特番編成の関係上放送を休止している。代替番組として15分間の JNN ニュースを23時30分頃に設けている。また、国際的なゴルフ中継やテニス中継。 ダイジェスト、総集編含むなどで番組後半を休止したこともあった。2008年以降はニュース23放送時間を参照。1997年9月まで続いた番組後半は徐々にネット局を拡大させて、最終的には毎日放送。MBS を除く全局が放送するに至った。マンデープラス、ガッツは中部日本放送、CBC チューリップレビ 毎日放送、テレビ山口は放送しない。毎日放送は、金曜の番組後半もネットせず。放送開始から1997年9月までのエンディングテーマは畜詞が選び、アーティストに直接頼み込んで実現したものもある。これ以降は全室の、put your hands up, t u のアレンジ版を使用した。前者に関しては一時期、畜詞が司会し、キャンペーンにもなった。 ジライゼロキャンペーンのテーマ曲、ジロランドマインがエンディングにかけられたこともあった。ニュース23放送開始の4年前から、テレビ朝日が放送していたニュースステーション N ステとの間では、よく比較の対象となっていた。N ステが放送終了した2004年3月26日のニュース23では、多次総論で、この番組、N ステがなかったら、 私たちの番組も生まれていなかっただろう。ライバルというより、同じニュースというものを追求している仲間だという思いが強くありますと述べた。ように互いに意識していた。番組の内容については、畜死の訓練すれど統治せずの姿勢により、畜死や編集担当者が関心のあるテーマを重視する傾向にあるとされ、賛否両論になることもよくあった。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。